フレークチームリーダーの福田ひろとです。コロナウイルスの影響でフレークカップが延期になってます。皆さんもスケートボードが滑れなくて大変だと思いますが、僕は家でできるトリックを頑張ってます。コロナウイルスが落ち着いたらフレークカップも始まります。皆さんとスケートボードが滑れる日を楽しみにしてます。頑張りましょう。